ただいまですね、代表戦で片足立ち対決が終わりましたけども、はい、今度フェアリーさんも輝ける競技だと思います。あら、何かしら一体。なんと、うん、瞬きしない競技です。おー、はい、おー、来ましたね。瞬きができないので、1対1で見つめ合って、はい、先に瞬きをした方が負けです。あ、なるほどね。なんでこれも順番を決めましょう、チームでね。あ、そうね。なんかね、今虫が飛んでてね、お宅のキャプテンがなんか目が飛んでて、まだ目がゴロゴロしてるんですよ。ちょっと不利かもしれない、ね、危ないので、はい、ちょっと瞬きするタイミングでこれが入るというね、うん、この不運さがもう物語ってると思う。持ってるフェアにね、本当に。持ってる。なんで、ということで、じゃあまた順番決めといきたいと思います。じゃあ、フェアリーさんよろしくお願いします。はい、わかりました。フェアリーでございます。はい、行きましょう。誰から。誰からいきますか。誰か。全然手を挙げないから。瞬き対決。私行きましょう。おお、マリアさん来ました。マリアさん対、じゃあ。はい、よろしくお願いします。じゃあ、うちはね、じゃあ、ここはね、サトルさん。あ、マジか。サトルさん行きましょう。ちょっとじゃあ、すいません、本気出していいですか。もちろんです。じゃあ、ちょっと。じゃあちょっと本気出すんで、ちょっと私メガネ失礼します。おー、じゃあこちらで行かせていただきます。じゃあ本気出してメガネ買う。なんでよ。なんでかけるのよ。ガーンって、はい。さあ、それでは参りますよ。これはもうそれぞれ僕らカメラが判定人になってますんで、瞬きしたら止めます。じゃあ行きますよ。5、4、3、2、1、スタート。わ、ちょうど虫が。あ、やばいかもしれない。あ、カモン。いやー、ちょっと。やばい。やばい。普通に僕休もうと思ったらもう休めなかった。やめてたの。わー、ごめんなさい。うちのチーム一緒です。え、だって一瞬じゃないですか。これ想像以上に秒殺。虫がすごい。僕の気持ち分かったでしょ。すごい分かった。ちょっとようやく虫取れましたからね。久々のサンチングチャンネル登場のアッキーですけど、はい、どうも。2番手。いいですか、お願いします。任せてください。もうアッキーといったら瞬きしないことで有名だもんね。そう、ね、それだけでね、FM にしときゃしたんだ、ね、それだけで番組 FM やってたからね。お笑い芸人チームは2番手は、はい、はい、じゃあフェアリーさん行きますか。行きましょう。3、2、1、スタート。フェアリーさんいいっすよ。いいよ、アッキー目力強いよ。はいはいはい、アッキーアウト。アッキーアウト。アッキーアウト。アッキー、あれこれ一勝一敗。フェアリーの魔法いかかったわね、これの。いや、ちょっと目をつぶらざるを得なかったですね。強い魔法。いや、フェアリーさん強かったわ。よし、じゃあ3番手コウタロウさん行きましょう。よっしゃー、自衛隊をぶつ撃すぜ。よっしゃー、いい戦いですね。訓練の成果見せてよ。頼むよ、はい、やります。5、4、3、2、1、スタート。アウト。え、自衛隊瞬殺。うせやろ、瞬殺。うせやろ。スタートっつった瞬間にパチってやる。え、楽勝だった。やった。泣きの一回やらせて。もう 0.1 秒。いや、いただいてからじゃないですか。一発いただいたらやらせていただきしちゃった方がいいんだ。お願いします。何目つぶってんだよ。よ、感想お願いします。頑張ります。じゃあ行きますよ。5、4、3、2、1、スタート。え、開いてる、あ、開いてるか。下を向く作戦。下向いてる。ちょっと春風の方でもいいわ。春風のこと見てくださいよ。何見てんの、どこ見てんの。どこ見てんの。あー、ちょっと、どこ見てんの。これもう一回。全然そう、まあ、そう、勝ちは勝ちだけど、ちょっと別の意味で罰教えていた方がいいですよ。はるかさんの足パッと見てんだよ。すごいここ見てたのに。ちょっと、もうこれ、お仕置きした方がいいんじゃないですか。お仕置きお願いします、もう、はるかさん。おー、あんたどこ見てんのよ。今のは痛いよ、今のは痛いよ。感想お願いします。すいません、なっちゃいました。はい、もう逮捕ですね。なっちゃいましたよ。じゃあ次は僕が行きますんで。いや、お願いします。じゃあ私が行きましょう。ボルコさん取っておきます。よし、はい、僕メガネあるから有利だぞ。ね、片足立ちのようなね、忍耐力があるからね、うん、いや、もう強い選手じゃん。わっ、かっこいい。お、いいね。それ必要だな。本気だ、本気だ、ボルコの本気だ。今パキって言ったよ。大人、松井さんもいいですよ。よし、これね、うん、行くぜ。おっ、よし、なんかジャンケン、ジャンケンのポーズ。5、4、3、
3、2、1。あーダメ。嘘でしょ。あれ嘘。嘘でしょ。楽勝じゃん。そりゃ何。美しすぎる。それはどういう意味ですか。これひょっとしてセクシーに思っちゃったのかな。あ、ちょっと見た。これお仕置きした方がいいんじゃないか。お仕置き。マジで。何見てんのよ。ちょっと本当に痛い。ちょっとミュージシャンチーム変態ばっかじゃん。あれちょっとちょっとね、どうしようもないっすわ。ちょっとエロ親父ばっかりじゃないですか。エロ親父チーム本当に痛いやつや。ちょっと力加減を。いや、じゃあ対象頼みますよ。これでもう決まるからね。あれ、まだあれ、でもこれまだあんのか。あれもうだってもう3勝1敗で買ったから、うん、もう3勝目の感じですよね。だからちょっとお願いされないとこっちとしてはもうやる意味ないんですか。そうですね。はい。おえあれおあれ見たことある。本当の。あれ何ですか。あれな、何膝ついてどうしたんですか。どうしたんですか。続けさせてください。いやちょっとまあやっても印象が勝ったらうちのチームの勝ちにちょっとそれは違う。要求が大きいな。それはそれはちょっと都合のいい話ですね。3勝ですか。3勝もう3勝してるんですよ。勝ったら勝ちにしまあまあここだ。まあでもまあ土下座に面してじゃあお願いします。いいですよ。よっしゃ。じゃあもう大将戦取った方が勝ちということお願いします。大将戦頼みますよ。リーダーお前と。まあ虫が目に入らなければ大丈夫。頼むよ。目が大きいんでね。こっちこんだけ勝ってんだからリーダー頼むよ。頑張って。スタートって言ったら目開けばいいんですよね。いや見てただろ今。見てよ。ゴー4、3、2、1。さあ、お、いいよ、いいよ、いいよ。俺強いタイプ。大体目力。あ、あれでもあれ。よっしゃ。イエーイ。イエーイ。イエーイ。パンク泣きまでにやられたね。想像以上に無理っすね。これ。え、もしかして僕のことセクシーな目で見ちゃったんじゃないですか。だからですか。ちょっと待って、想像以上にセクシー。うわちょっとちょっとこれ、これ春風さんお願いします。お仕置きお仕置きですよ。お仕置き。何エロい目で見てんだよ。ちょっと女だけじゃなくて男も OK ってことですか。ちゃんといい音してたな。痛い。ありがとうございます。いや、この対決、お笑い芸人チームの勝利です。イエーイ。もうね、圧勝でしたね。これ圧勝だったね。さあ、これ番外編ということでですね、はい、ちょうどここに滑り台があるので、今日はあのすごく綺麗な女性3人いらしてるんで、やっぱりですね、はい、なんていうのか、滑り台をどれだけ女性らしく滑られるのか選手権をやりたいんです。聞いたことないですね。なので、いかにセクシーに滑り台を最初から登って滑り終えるか対決を3名でやっていただきたいと。番外編やりたいと思います。なんかちょっとこの松井さんがこっちに来なくて、はい、カメラ撮りながらそうやって言ってるのちょっと主観的な感じになるんで。エロいエロいじゃないですか。このシチュエーションが今すごい嫌なんですけど。じゃあじゃんけんで、はい、あの順番決めていただいて、はい、お願いします。はい、はい、いきますよ。じゃんけん、はい、最初はグーじゃんけんぽい。あ、お、最初はグーじゃんけんぽい。あ、あ、お、どうしますか。1番手いきたいと思います。マリアさん1番手ね。どうしよう。オッケー。じゃあちょっとどうやるか分かんないから、じゃあ3番。3番で、分かりました。じゃあポルコさん、2番ということですね。はい。あ、これって今って下も映ってるんでしたっけ。下はそんなに映ってないですね。あ、上だけ脱ぐ。あ、でもありがとう。素晴らしい。素晴らしい。ビンタですよ、それは。それが一番ビンタです。ルカゼが今下を脱いだ時に素晴らしい。いやらしい目線です。熱い、素晴らしいってどういうことだよ。これは、ただの絵だ。これは痛いけど、でもね、ポルコさんの方が痛かった。意外に最強なの。プロレスラー超えるぐらいの。始まってるわ。始まってるわ。アラサーもなの。アラサーとか言うな。アラサーだけども。アラサー、いい滑り台じゃない。すごい素敵な滑り台。いやだ、
すごい硬い。すごい硬い。やだ、いっちゃう。行きます。それでは行かせていただきます。やだ。ありがとうございます。素晴らしい。1投目。1投目ってあれ何これ、え、あれ、あ、いいよ。何だ、まだおぎゃー、生まれました、生まれた、生まれました。セクシー。これもある違って意味のセクシー。これはセクシーですね。見事、用意スタート。春風さん、え、なになに、ちょっと待って。え、ちょっとこれは本当にセクシーですよ。ちょっと大サービスじゃん。なにこれ。撮影会始まりました。あらもう、うわー、ちょっとこれ経験者ですね。やったことあるな。あらあなたのハートに腕十字。素晴らしい。本当にセクシー。セクシー、これ。あれ、これジミーさん、ちょっと興奮しすぎじゃないですか。いやしてないですよ。しすぎでしょ。これ。あ、すいません、してました。ジミーさん、これもう春風さんお願いします。ちょっと味方だよね。味方本当に味方にセクシー感じてんだよ。ちょっと待って、いや、ちょっと味方に殴られてあるんですか、これ。ありますよ。あるは油断できないですね、これ。いや、素晴らしい。いや、しかしあまりにも皆さん見事で、これはもう全員つかみですね。はい、はい、もうこれすごいわ。全員素晴らしい。3人とも面白い。はい、面白い。ぜひ500円玉掴んでいただきたい。500円玉掴んでいただきたい。やった順番で。はい、はい、お願いします。いただきます。よいしょ。これで何かな。はい、あ、これは何ですか。これはクォーターダラでしょうか。あ、クォーターダラということは40円。40円ぐらい。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。さあ、ホルコさん。恐れ入ります。なんだ、お、本物の今1円、日本の1円。日本の1円。一緒じゃん、僕と同じ1円だ。同じ価値だ。1000とか1円。頑張ってくれましたよ、はるかさん。じゃあ私も横一緒。大きい、でかいぞ。なんかよくわかんねえや。25セントかな。あ、25セント25セントってことは、これもクォーターダラーですね。クォーターダラーです。40円ぐらいです。なるほど。おめでとうございます。まだまだ500円残ってますんでね。やったー。さあ、次の競技行きましょう。ありがとうございました。さあ、トラ君、いよいよ、はい、我々ミュージシャンチームに有利なガチンコ運動会始まりますよ。始まりますね。ここからね。ここから勝負だから。僕たちのグランドですもんね。そう。ここは僕らのね、歴史あるグランドですから、はい、お笑い芸人の人たちに負けるわけがない。いかないです、ね。ということで、今回の次の競技は絶対トラ君が僕は優勝にかけてますから。頼みますよ。いきますよ。ということで、ちょっと説明します、はい。今回この広いグラウンドあるんですけど、四隅にコーンが置いてあります。このコーンよりも内側を走らずに、一周競争します。で、全員で走るんですが、一番最下位2人が抜けていきます。で、最終的に4人残ったところで決勝レースをやります。で、1位を優勝者を決めるというレースになります。これガチで、ね、最大4周ぐらい走る。それで4周。4周。なので、400×4。いきなり全力で走っちゃってもいいですけど、駆け引きなんで、はい、これ最後まで残らないといけないです。そうですね。で、我々の、やっぱり、ミュージシャンチームが全員残りたいと思ってるんで。まあ、そうですね。てか、残ると思います。残りますよね。なので、これちょっと過酷なレース、ここから始まります。はい。いきます。結構飛ばしてるんで、まだ早いな。早いんじゃない。
やばい、疲れた。いや、ゴールゴール。わあ。なんで？フェアリー。フェアリー。勝った？最初の脱落者は僕とフェアリーさんです。チックショー。魔法使えたら勝てました。最後巻かれた、ね、人間界のルールに乗っかったらね、巻きちゃいました。もうザメフィアリー、フィアリー、まあ、1位マリアさんです。はい、マリアさん、イエーイ。いかがでしたでしょうか。いや、ちょっと余裕でしたね。あ、余裕でした。ありがとうございます。ありがとうございます。まだ1本目ですのでね。はい、はい、ありがとうございます。私、あの、てっきりこのまま4周するんだと思って。実は僕もそれを思ってた。だから体力温存しようと思ってたら。そう、にしては早すぎです。はい、早く走りすぎですよ。あれ、あの、巻かなかった、ま、巻いた。あの、てか、どこまで行けた、何位まで行けた。あ、多分2位。2位まで来た。あ、すげえ。じゃあ、これ一発目でやっとかないと、うん、無理よ、3周目4周目。だ、でもこれでみんなの速さの大体ね、あれ分かったし、あの、自衛隊員は体力こっから無限だから。確かに。こっからどうですか、今の感じ。大丈夫です。全然大丈夫、はい、今も様子見でしょ。体力的には大丈夫。すげえな。僕もちょっと様子見でちょっと力を抑えてましたけど、ね、おー、いよいよこれね、僕はね、高島さんにね、やっぱ期待してる。これ女子と一緒だね。いや、高島さんでもね、今のスピードだったらもう現役でやっぱ野球選手だ。すごいわ。みんな最初から飛ばしてたからびっくりした。びっくりした。僕もじゃあ飛ばそうかな、最初から。よし。美しいお姿を。ちょっとあたりボサボサになるんで。最後です。可愛い顔見納めです。頑張れぞー。声ヘロヘロ。あと3本ありますので。あと3本。男性が結構早いな、ね、この距離ちょっとね、厳しいかもしれないですね。最後の3個目のコーンが、コーンが追い上げの音が聞こえてくる。そうそうそう、やばいやばいと思う。はい、いけます。はい、第2レース、位置について、よーい、スタート。さあ、女性陣のコーナー、最初は、やはり大野さんがクリア。ここからジミーさん、かなり飛ばしますね。さあ、だんだん近づいています。またこのまま、逃げ切るのか？またマリアさん、またお、お、来た来た来た。ポールコーさん1位、2位、3位、ハルカズさん、おい、ジミーさん4位、さあ、タクヤさん来た、アッキー来た、あれ、トダくん、高島さん、あれ、まさか、まさかこのレースでトダくん落ちましたよ。マジで一番のエース落ちちゃった。一発目で。お酒。いや、これ女性陣早いぞ。ポルコさん、おめでとうございます。一位。来ましたね。フェアリー。フェアリーいただきました。フェアリー。いやー、これ女性陣強いな。ワンツースリー。そして4位に。ジミーさん、これお笑いチームばっかり。それくらい女性陣追い越そうと思ったけど、やっぱ無理で、あれぐらいのハンデやったら。いや、これ、ま、ちょっと待って、もうミュージシャンチーム自衛隊員だけになっちゃったじゃん。頼むよ、こっからですよ。孝太郎選手、お願いしますね。体力的には大丈夫です。体力的には大丈夫。じゃあもうこれ次のレースで最終にして、はい、もう順位決めちゃいますか。ね、そうしましょう。だから孝太郎さん頼みますよ。もううちの土佐犬とサトールさん落ちちゃったから、うん、強いなこのチーム。じゃあですね、さっきの位置にもう一度お願いします。あ、アッキーも残ってんじゃん。まさかのいきなり参加のアッキーが。絶対走るズボンじゃない。絶対違うじゃんこれ。運動会って聞いてたよね。プルしてる、プルプルしてる。さあ、次が最終レースですから、頼みますよアッキー、頑張ろう。よっしゃ、行くぞ優勝。オッケー。お、女性陣全員残っていただいて、さすがでございます。イエーイ。こっち見えてないんだ。
ました。もう本気ですね。本気です。もうこれはちょっとさっきよりハンデが距離が縮まっちゃったので。そうですよ、なんか男子が弱気で。そうなんですよ。ちょっとずつじりじり近づいてきて 2,3 メートルちょっとね減りましたので、もうちょっと最終レースみたいなので本気出していただいて。作戦は何かありますか？最後の追い込み直線がありますけど。直線でもう全力ダッシュで抜かしていこうと思います。そうね、最後結構追い上げてくるんで、やっぱり、うん、そう、やっぱ男性早いわね。最後の伸びで負けたくないなっていう、うん、さっき1位のフォルコもいるし。さすがですね。このまま突っ走るだけです。なんかフォルコ10歳ぐらい年してるそうじゃん。なんかお疲れの顔だったけど急に。突っ走るだけです。おばあちゃんになっちゃったね。おばあちゃんがいるね。よし、女子で1位は絶対取ります。はい、ワンツースリー取ってください。ワンツースリー取ります。お願いします。いやー、これね、アッキーとね、コウタロウさん。もう我々ミュージシャンチームこの2人だけですから、あと5人を倒さないといけないんですよ。確かに。もう意気込みちょっと拓也さんお願いします。体力的には大丈夫ですけど、はい、普段訓練しますもんね。はい、大丈夫ですけども、まあ、もう最初から全力で飛ばした方がいいじゃないですか。全力で、はい、あと1周なんでね。あと1周なんで全力で頑張ります。しかしアッキー僕ビビってるよ。いきなりこんな久々にね会ってね、まさかこんな残れるなんて。それはもうね、この日のためにちゃんと体力つけてきたんで、はい、すごい。お願いします。じゃあ頑張ってお願いしますよ。よいっす。こんなに走るなんて何十年ぶりですか。いや、ジミーさんやっぱ早いですね。いや、もう100、もうだってもう陸上やってましたから、中学の頃。陸上のね。あ、陸上部って、あ、アッキーだけ陸上部じゃない？僕卓球部です。卓球部、そうか。陸上部に挟まれてるよ。本当だ。うん、そう。さあ、いよいよ最終レースです。参りましょう。あちら女性陣いらっしゃいます。位置について、よーい、スタート。早い。早い。すごい。追いつけるか？おお。これすごい。最後です。最終レース。春風さんが来た。春風さん1位。おお。はいはい。うわすごい。どうですか、マリアさんを抜かしました。いや、これね、判定、うわー、頑張った、うわー、強え、お笑いチーム、見事、多分ね、同着ぐらい、ただ、1位は、春風さん、見事、お見事です、めちゃめちゃ速いじゃないですか、プロのアスリートの意地出せました、本当のプロですね、疲れた、このためにやっぱ温存してたんですね、はいです、素晴らしい、コルコさんも速かったよ、惜しかったね。ちょっとずるいですね。ずるいですね。ずるいですね。私弱いんですよって言ってましたから。最後の最後でね、本職が出ましたね。悔しい。いや、2人同着で3位。どうぜ。悔しい。ちょっと。でも最後の最後でちょっと女性チームを1人ま、ね、ね、まあほぼ同着ですけど。いや、ちょっとこれお笑いチーム強いわ。完全にペースを間違えました。あれですね。いや、でも、もう最後の試合もちょっと体力は温存してたんで。いや、もう小畑のお兄さん方式でしたね。そうですね。もう先に逃げ切ろうと思ったら、ね。もう先にね、行こうと思ったら。ね、いや、名勝負でした。ということで、この競技チャンピオン、春風さんです。おはようございます。第1位。つかみ取り3人います。女性3人。あ、やった、500円。イエーイ。よし、500円ちゃんと選んでくださいよ。ジミーさんもね、あれ、ジミーさんも行きましょう。4人。さあ、今ですね、この 400m 競走チャンピオンになりました春風さんに賞金を掴んでもらいたいと思います。お願いします。よし、絶対500円いくぜ。よし、よし、よし、下から。んどうだ。あ、お、え、100円。100円ゲットです。おめでとうございます。やったさあ、続きましてはポルコさん行きましょう。はい、ね、これ1個前のレースで1位を取りました。ポルコさん行きましょう。ほっ、え、あ、あ、来た、来た。これはクォータードル。クォータードル25セントまたゲットしました。あらあら、またゲットしました。これはいいですよ、貴重ですよ。 おめでとうございます。イエーイ。あ、マリアさん行ってみましょう。はい、ありがとうございます。マリアさんもずっとね、もう1位狙う勢いで、もうね、逃げ切りたかったです。はい、こちら、あ、かわいいサイズ。1セント、1セントです。1セントです。おめでとうございます。3位なんで、ありがとうございます。 OK です。さあ、ジミーさん、よし、さあ、キャプテン、おー、これね、取っとこう。500円見てみんなで勝ちよ。あれ、あれ、あれ、何もない。え、当たりです。え、これ当たり。そう、あの、はずれも入れて あったんですね。あったので、これで0円ということで。うわ持って
る。ふざけんなよ、この野郎。持ってるわ、面白い。入りやんなに頑張ったのに。次の競技で頑張りましょう。